コーナーを下げて落ち着くためところどころ揺れております。シートベルトは引き続き選びのない手をしっかりと締めください。揺れましても飛行には影響ありませんのでご安心ください。揺れでご気分が優れないお客様はシートポケットのゴミ袋や続き上の通風口を左右に回してお使いください。ご案内いたします。ただいま最終の着陸体制に入っております。小さなお子様をお連れのお客様はお膝の上でしっかりとお立ちください。
大阪伊丹空港に着陸いたしました。ベルの着用サインが消えるまでシートベルトはお締めのままお待ちください。物入れを開けた時に中の手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この飛行機の天井が低いためお席をお立ちの際はお気をつけください。この先通信用の電波を発する電子機器もご使用になれますが携帯電話での通話はお控えください。到着ロビーは皆様をバスでご案内いたします。今日は感染症拡大防止対策にご協力いただきましてありがとうございました。次回ご搭乗の際発熱など体調の優れないお客様は航空機のご利用をお控えいただきますようご協力をお願いいたします。また飛行機から降りの際は機内の混雑緩和のためお一人お一人の間隔を空けて前方のお客様から順番にお進みいただきますようお願いいたします。皆様、今日はアイベックスエアラインズと ANA とのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗を社員一同心よりお待ちしております。空港より先もどうぞ気をつけてお迎えください。
場に入り停止いたしますが、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトはお締めのままお待ちください。ドアが開いた後、出口の準備を行います。準備には2、3分程度お時間を要しますため、次のご案内までお席にお座りのままでお待ちください。また今日は飛行時間が短かったため、サービスの内容を一部変更いたしました。お客様皆様にサービスが行き届かずご不便をおかけいたしましたことをお詫びいたします。